お疲れ様です。あつみ先生の放送室。今日のテーマは、母の日や父の日、敬老の日なんかのプレゼントにぴったり。廃材で作れる超可愛いペン立てのプレゼント制作アイデア、ベスト3ということで紹介していきます。こんな感じで3品紹介していこうと思います。動画の後半では、ラッピングのアイデアや、プレゼントするときに添えるとより素敵になるアイテムなど紹介していこうと思います。それでは見てまいりましょう。まず最初に紹介するのはトイレットペーパーの芯を使ったペン立ての紹介になります。手順はこんな感じ。材料はこんな感じとなります。このペーパー芯の筒状になっているという形状を生かして可愛く仕上げてまいりましょう。まずはお絵かきでも何でも好きな絵でもいいので表現を楽しんでいきましょう。これは子供たちの好きなものを描いてもいいですし、プレゼントであるという目的を伝えたり、テーマを持って描くのも OK。 弾き絵やフロッタージュ、いろんな技法を試してみても面白いですよ。で、これが表現できたらペーパー芯にくるくると巻きつけていきましょう。今回3本のペーパー芯を使いました。それぞれ違う柄で作っていますが、もちろん全部同じでも何でも OK ですよ。こんな感じで巻きつければ OK。 でもって今回ペーパー芯ということで長さが調整しやすいっていう特徴もあるんですよね。ペン立てにすることを想定し、これを生かしてペーパー芯を異なる長さに切っておきましょう。こんな感じでそれぞれ違う長さに切れれば OK です。で、これあとは好きなようにデコレーションしてみてください。もちろんこのままでも OK です。今回私はマスキングテープで縁取りをしてみました。好きなようにデザインが終わったら組み立てていくんですけども、これこのままじゃ底が抜けてしまいます。そこで登場するのが工作用紙、厚紙ですね。これに貼り付けていきましょう。今回ただ貼り付けるだけじゃそっけないので、厚紙にもにじみ絵かなんかですね、これデザインしたものを貼り付けてみました。で、これペーパー芯を固定するんですけども、これを貼り付ける際はボンドを利用すると使いやすいかと思います。これ縁にボンドを塗るのが難しい場合は、土台に直接大雑把に塗ってしまってもいいかと思います。乾くとこんな感じにくっついているので、これでペン立て自体は完成となります。それでは次のアイデア、これは定番の廃材である牛乳パックを使ったものですね。これを土台にしてまいりましょう。手順としてはこんな感じ。材料はこちらになります。基本的に先ほど作ったペーパー芯でのペン立てと似ています。準備として最初に牛乳パックを切っておきましょう。これは適当なサイズで OK です。完成をイメージして作りたいサイズに切っておきましょう。で、子供たちのやることとしては絵を描いていきます。先ほどと同様にプレゼントに使う場合は、子供たちにテーマや目的を伝えて書いてみるのもいいかもしれません。もちろんこちらも折り染めとかマーブリングとかスタンピングとか何でも好きな方法で楽しんでもいいかと思います。でもって好きな表現ができたら牛乳パックに貼り付けていきましょう。これ今回糊を使っていますが、めんどくさい場合両面テープを使うという方法もあります。ただ両面テープの場合は失敗したらやり直しがしにくいというデメリットはありますね。ちなみに大きめの紙を用意しておいて、貼り付けた後に縁をハサミで切っていくという処理の仕方をすれば隙間ができにくく綺麗に仕上がりますよ。ちなみに今回は和紙を折り染めしたものを使っています。そして仕上げにマスキングテープで縁取りをしました。こんな感じになります。これシンプルに作るのもいいですけど、何個か牛乳パックを組み合わせたり貼り付けたりすることで結構自由な形で作れますので、いろいろ応用してみてくださいね。それでは次の廃材のペン立てアイデア、これはペットボトルを利用します。これまでの素材との違いは、透けているから違った雰囲気の仕上がりになるということですね。手順としてはこんな感じ。材料はこんな感じになります。で、これまでの素材と違って後から絵を貼り付けるみたいなことができないじゃないですか。というわけでペットボトルに何かを表現する場合、若干の工夫が必要です。ここでは4つの手段を紹介します。1つ目は油性マジックでお絵描き、2つ目はアクリル絵の具でお絵描き、3つ目はシール貼りで模様をつける、で、4つ目は内側にイラストを入れるみたいな方法も存在します。それでは1つずつ見ていきましょう。まずこちら油性マジックですね。こちらは透き通った表現ができて、なかなかこれも綺麗かと思います。こんな感じで塗りつぶしていくと透き通った素敵な感じになりますね。そしてもう一つの手段としてアクリル絵の具という方法があります。ちなみにアクリル絵の具の特徴を簡単に言うと、何にでもよく描けて乾くと耐水性になるという点です。ただデメリットとしては、これ服とか布についちゃうともう二度と落ちません。まあそういう特徴を理解した上で立体物へのお絵かきなど楽しんでみてくださいね。で、今回言ったマジック、この油性マジックとアクリル絵の具で表現する際の問題点なんですけども、これ立体物に直接絵を描くのって平面に絵を描くのと比べて結構難しいんですよ。
もちろん簡単なものなら描けますけどね。そして3つ目の方法が登場します。より簡単に模様をつけたり表現したりするにはシール貼りなんかも OK ですね。こちらは簡単です。でこれ最終手段なんですけども、どうしてもこれ絵を入れたい場合なんかは、こうあらかじめぴったり入る大きさに切った画用紙なんかにあらかじめイラストを描いておいたり、表現を楽しんだものを用意しておきます。でこれこんな風に丸めて中に入れちゃうということもできます。まあこれ邪道っぽいですけど可愛いんですよ。でまあいろいろ組み合わせて好きなようにデザインできたらこれで完成となります。これちょっと最初に言い忘れてたんですけども、これペットボトルって結構切った断面がこう尖ってたり鋭かったりするんですよ。なので制作に入る前に縁の処理を忘れないようにしてくださいね。今回マスキングテープで切断面をデコレーション兼保護しております。これビニールテープとかでも OK、 工夫してあげてくださいね。それではさらにワンポイントとして、今回母の日や父の日、敬老の日なんかにプレゼントとして渡すときにこれを添えるとさらに映えるみたいな小物を紹介してまいりますね。例えば母の日であったら手作りのカーネーションを添えてみたり、例えばお花紙なんかでカーネーションを作る場合はこんな感じ。普通のサイズのお花紙を2つにカットするとちょうどいいサイズになるかと思います。でもってこの縁をピンキングハサミ、ギザギザハサミですね、これでカットします。ちなみに余談なんですけども、ピンキングハサミは100均のもの使っちゃダメですよ。あれすぐ歯が悪くなって制作のクオリティがガタ落ちするので、ピンキングハサミはいいものを使ってください。このハサミも確か 2,3,000 円するんですけども、私が使ってるハサミについてはブログで紹介しておりますので、気になる方はご参考ください。でこれモールなんかつければそれっぽくなりますね。折り紙なんかでも簡単に作ることができます。これなら2歳児さんとかでもいけるので、ちょっとなんか作りたいって時に挑戦してもいいかもしれません。でもって他にも楽しいのは、こう手形とか足形でしおりを作ってみたり、こうメッセージカードを添えてみるのもいいかもしれませんね。これワンポイント添えるだけでグッとプレゼントっぽくなりますよ。さらにこれラッピングなんかの工夫として、ただそのまま渡すだけじゃなくて、例えばリボンを巻いてみるとかね、これだけでもかなり可愛くなります。で余力があればラッピングなんかをしてみるといいかもしれません。こんな風にタグをつけてそれっぽくしてみたり、あとこれプレゼントがとっても立体的なので普通に袋に入らないときは三角ラッピングにしてみるのもいいかもしれません。こんな感じで包むだけでもよりプレゼントらしくなりますよ。いろいろ工夫してみてくださいね。それでは今回の動画はこれでおしまいとなります。このチャンネルでは保育園や幼稚園の先生に向けた情報やネタを配信してまいります。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また見に来てくださいね。